2023年9月、第65代横綱の貴乃花こと花田浩二氏が再婚したことが週刊誌で報道されました。お相手は一般女性で、なんと初恋の人だったと言われています。貴乃花は2018年に元妻の河野恵子さんとは離婚し、その後6年間は独身生活を送っていましたが、この度最愛の女性と30年越しに恋が成就したことになります。さらにこの再婚報道に際し、兄である元横綱の貴乃花こと花田勝氏は、全く知らなかったし連絡もなかった、僕も報道で知ったとコメントし、同時に発表された弟にまつわるニュース内容に対して、出演した番組内で謝罪をするという驚きのシーンもありました。相撲業界を牽引してきた若隆兄弟ですが、兄弟仲が大変悪いことでも有名ですが、現在は一体どのような関係性になっているのでしょう。そこで今回の動画では、引退後の2人の関係性についてや、再婚を経て兄弟関係はどのように変化してきたのかについて詳しくご紹介いたします。再婚報道の波紋。貴乃花の再婚報道に対し、貴乃花は記者から、再婚相手と会ったことはありますかと質問されると、僕も皆さんの報道で再婚を知ったんですよね、ご存知の通り僕たち仲悪いですから、と冗談交じりとも聞こえる内容ですが、淡々とした表情で回答をしています。また芸能ニュースの番組に出演した際には、仲悪いって言っても親戚になるわけやから、お土産持ってお兄ちゃんによろしくお願いしますとかないわけ、と共演者から当然とも言える質問が投げかけられていました。しかしその質問に対しても、貴乃花は、いや僕のとこなんか来るわけないですよと即答をし、未だに兄弟関係が修復されていないことを明らかにしています。それでも貴乃花の再婚相手とは貴乃花も若い時に会ったことがあるといい、弟が一番最初に付き合った人ってことは知ってますけど、と貴乃花の初恋の相手だという認識は持っていました。それでも弟の連絡先も知らなければ、普段はどこにいるかも全く知らないといい、引退前から続く兄弟の不仲については一向に改善していないようです。さらに兄弟仲以外にも別の問題が発生しており、これまでの貴乃花の所属事務所に再婚相手の女性の息子からいきなりメールが届いた。新事務所の設立及びホームページを作成したことで削除依頼がされたと報じられたことを知ると、僕が弟に代わって謝ります、ご迷惑をおかけしてすいませんでしたと椅子から立ち上がり誠意ある謝罪をしました。これまでの事務所側は貴乃花が再婚したことすら知らされておらず、本当に秘密裏にことが進んでいたことが予想されますが、この貴乃花の対応に対して世間からは、弟とは疎遠なのに勝手に謝罪するのはどういう意味なんだろう、弟が間違っているから仲違いしているとアピールしているようなものなどとネガティブな意見も散見されましたが、このあたりは兄弟関係に対する意見というよりも貴乃花ファンとしての意見が強く反映されているとの見方もされています。兄弟不和の過去。相撲間の違い。一般的に貴乃花と貴乃花の不仲が始まった原因はこの一言がきっかけでした。もともとは大変仲の良い兄弟でも有名だった若隆兄弟ですが、特に人気だった貴乃花は17歳2ヶ月で新十両、17歳8ヶ月で新入幕と次々に最年少記録を更新していました。素質に恵まれるものの性格は寡黙で、対人関係が不器用な弟をサポートするため兄の若花田は角界に入門したといいます。二人の父親から続く世代を超えたドラマを見たファンからは絶大な人気を博しますが、共に横綱として並んだ頃から次第に反発し合う姿が見られていきます。当時平成の大横綱として君臨していた貴乃花は、私生活でもそのストイックな姿勢を崩さず、横綱としての振る舞いや戦績を重要視し、ひたむきに相撲だけに向き合っていました。一方貴乃花は長い大関時代を経て横綱へと昇進したものの、横綱時代は燃え尽き症候群のように厳しい成績を続けていくことになります。相撲以外の世界にも目を向けたい貴乃花に対し、弟の貴乃花は兄の姿について公のマスコミに対して、稽古しない貴乃花がどうして横綱の地位を守れるのかと異例の批判を行い、世間に兄弟不仲の発端を見せていくようになります。他にも貴乃花の専属整体師による洗脳騒動もあり、父であり師匠でもある二子山親方の紹介で兄と共に通院していた貴乃花でしたが、
整体師が提唱する脳内思考という独自の精神論を展開し、より相撲に没頭する思考へと変化していきました。この時期、貴乃花は、若乃花の相撲には基本がない、もう若乃花と話す必要はない、などこれまで以上に厳しい言葉で兄の若乃花を批判するようになっていきました。この発言がきっかけとなり、世間では兄弟不仲が大きく報じられるようになり、父親の双子山親方はワイドショーの取材に対して、貴乃花は洗脳されていると言い切ることで、さらに大きな話題となっていきました。そしてその双子山親方が死去すると、遺産相続、年寄り株紛失騒ぎといった骨肉の争いを展開し、もはや兄弟の関係は修復不可能な絶縁状態となっていったのでした。相撲界への影響。昭和63年、若鷹兄弟をはじめ、あけぼの、海王など多くのスター力士が誕生した年でした。その中でも父が名大関と謳われた若鷹兄弟は特別な存在であり、兄弟での出世争いも大きな注目でもありました。自分の親族ですがチケットが確保できない、講演会経由でも手に入らなかったと当時の貴乃花は語っており、桁違いの人気がうかがえます。また平成4年初場所の貴乃花田初優勝時のパレードでは、部屋から祝賀会が行われるホテルニュー大谷までの沿道に10万人が殺到し、わずか15分で行ける距離に3時間かかったという逸話もあります。また貴乃花田対小錦の91年春場所の対戦では、瞬間最高視聴率は驚異の 52.2% を叩き出し、年齢、性別を超えて日本中に若鷹フィーバーを巻き起こしていきました。若鷹兄弟のおかげで相撲界が一気に注目されることとなり、次世代の力士たちがこぞってこの兄弟を目指すべく稽古に励むようになりました。そんな憧れの的だった2人が、角界を退職するだけではなく、結婚相手も紹介しないような仲になってしまったのは、当時のファンからは考えられないような状態だとも言えるでしょう。若乃花は2000年に現役を引退し、その後タレント、スポーツキャスター、相撲解説者として活躍をしており、貴乃花は2003年に現役を引退、2018年には相撲協会内部での抗争に敗れ協会を退職、その後は貴乃花道場の理事、大学特任教授などを務めています。今後の和解の可能性。それぞれが長年互いに批判を繰り返してきた2人ですが、2019年に若乃花は和解に向けた発言を残しています。第三の人生として本作家に挑戦することにした貴乃花は、その意気込みとともに自身の家族についても語っており、兄弟関係を再開する気持ちがあるかと問われると、まずは自分の気持ちを伝えていきたい、これからゆっくりのんびり今までできなかった時代を過ごしていきたいと話しています。若乃花について兄として和解に向けて一定の気持ちがあるように見受けられますが、貴乃花は元妻、母親、娘、息子と若乃花以外の親族とも疎遠関係を作っており、身近な人物に牙をむき出しにする姿勢は未だ健在とも言われています。今後の和解の糸口は双方がどのタイミングで再会するかによりますが、どちらかといえば貴乃花の歩み寄りが必要不可欠と考えられます。ファンの間では、かつての若鷹時代の時のように兄弟仲良くしてほしい、あの頃の兄弟愛を取り戻してほしいなどの声も未だに数多く聞かれます。若鷹時代は長い大相撲の歴史の中でも国民的スターという特別な存在です。近年の相撲界では暴力問題などの闇深い話題が多くなっていますが、かつてのスター兄弟が仲たがいの話題でテレビを騒がせるのではなく、これからの相撲界に再び2人が協力し尽力する姿でファンを沸かせてほしいという声も数多く聞かれます。いつの日か2人が大相撲中継の解説席で並ぶ日が来ることを、往年のファンは心待ちにしているのではないでしょうか。